う機会はあった。こんにちは、好きです。ライズゼロドラムです。あ、最終決戦になります。やばいやばい。メリディアンは血で浄化されねばならぬのだ。何やりたくない。やばいです、やばいです、やばいです。待って待って。なぜ抗うのだ。あ、これじゃない、これ。なんか難しいな。やめろ。避けられぬもの。待って、やばいです、やばいです、やばいです。その己の弱さをな。もう死ぬわけじゃなくて、よし。なんで拾ってる場合じゃないの。はいはい。何か、何だ。
ちょっと待って、ちょっと待って、言葉許されん。終わらせる。お前は終わりだ。次はハデス。俺しかげが救ってくださる。こんなことが、スティルス。あ、なんだ、取れなかった。どれが良くてどれが悪いのか分からない。足元ないな。回復なんかの強くないんだよね。空きがない。大丈夫かな。読むしかない。ではドアを、あれ、こっちでいいのね。違うの、備えになる。これでいいのか。Oh.
るなぁ。何これ、なんだこれ、ちょっと待って、これ無制限なのかな。誰かそこにいるの。息を整えて準備を。準備、準備。え、まだ向こうにいる。どうして守るのか、守るのか。少し攻めに行こう。準備、攻撃態勢。いった。何してるか。あ、え、にしてこっち。あ、来た来た、やばいの来た。え、これどうしよう、どうしよう。決まったか。これ、これだ。待って待って待って、やばくない、大丈夫。おい、いいダメージだね、これ。もうさすがだね。え、なんだよ、痛いだ。負けなしに。しかも、なんかダメージ全然当たらない。やばい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 。逃げる。こっちに来る必要ないのか。もうちょっと向こうの方がいいの。弾がいっぱいある。やばい、ホークが来た。ホーク、ホークめ、ホークめ。あ、ホーク、手を洗うのね。手のとこやっと離してくれるの。なんだよ、痛いな。
し。聞いたな。なんか取れる。死んだかと思ったよ。他のみんなは？いや、ほら、怪我はしてるけど生きてるよ。機械が壁を突き抜けて進んでったんだ。導きの塔へとあいつを引きずってった。みんなを頼む、テブ。もう行かないと。待って、これスキルさ結構増えたな。どれ取る、これもうあんまり取るのないよ。メリディア公園になっちゃって、どこ？ここにいるのか、これ。なになにあれ？え、あれ、さすがに上がりにいるの？待って。どこ？え？どこ？これか。右だね。
これ全部ザクとか叩かなくてもいいんだよね。違う？違う？30。あ、なんか来た、ムービー。始まった。ハデスの転送が。転送？あ、この塔なんだ。なるほど。2でここの塔に来るよね。メリディアンに来たらもう真っ先にこの塔に登ってて。やばいことになってるよね。ハデスが信号を送り始めた。防御が破られたに違いない。ノラに、エレンドのヴァンガード、あそこに行かないと。え？ここまで来てあそこで落ちたら悲しいね。うわー、待って、落ちそうじゃないんだよこれ。役じゃないの。分かってた。もうためらいはない。ためらいはない。うん、ハデスってどんななんだろう。ちょっと。なんで画面赤いの？なんで？え、何だ？タイムなかったの？え、何これ？もうわからない。これどこに？生きてた。どこ？違う。え？どこ？どこだろう。こっちだよね、マークがね。わからない。どこ？え、何？え、待って。なんで戻るの？これ。通り過ぎちゃったな、私。え、そういうこと？マジ？なんでだ？あれ？なにここ？え、ごめん。わからない。これだと、え、これっぽいじゃないよ。え？え、どういうこと？どういうこと？これだと、わからないんですけど。何なのこれ。え、ちょっと待ってね。よくわかりました。
導きの塔へ向かえってどれだと？これ？いいのかなこれ。これしかないよね、やっぱね。あれが、あれだよね。そうだよね。あの塔だもんね。なんでもなんだろうな。そっか。これだ。てか、だからこれがどうにいいの？意味がこれわかんないよ。飛び越えられる？待って。来た？アーロイ！ここか。アーロイだ。なんだ？ま、見りゃわかる。尾根から落ちたのかと思ったよ。いや、尾根が崩れたんだ。みんな、もうあまり時間がない。ハデスのところに行く。俺も行く。いや、ダメだ。連れて行くわけにはいかない。どうせ登るつもりだった。だろ。ああ。タカとツグミだ。行くぞ。補充しておこう。これで最後だ。エフェクトが来る。あったね。完全回復だった。これ？ん？いいのか？え、待って、あれ？あ、またムービーになった。あ、あれかな？あの者が来ることは予測されていたことだ。だが奴に手相の邪魔をさせてな。
まれてるな。あの者を優先せよ。機械があんたの死角にいる。了解。
ああ、ガイア、ごめんなさい。それで？話の続きを。あ、そうだったわね。確か、それで子供用の電子工具でオートバッテリーとソーラーテレビの配線をハックしたら草に火がついてね。そしたらそこに100歳くらいの松の木が立ってたんだけど、火がついちゃって。それはいくつの時？6つ。その時運よく母さんがいて消防車を呼んだわ。それでその後私を庭に呼んで、それで死んだ小鳥を見せたの。松の木に巣があったのね。どう感じましたか？わからない。ただどうでもいいって叫んでいた。そしたら母さんが私の顔を手で包んで言ったの。なんと言ったのですか？どうでもよくないって。こう言ってた。エリザベト、世界を良くしないのなら頭が良くても意味がないのよ。その頭脳を死ではなくて生命に役立てなさいってね。よく母親の話をしますが、あなたには子供がいない。時間がなくて。それでよかったのよ。もし子供がいたとしたら、その子にどのような願いを？そうね、多分好奇心旺盛な心を願うわ。頑固で、しかも無鉄砲で、でも世界を愛する気持ちを持ってほしいわ。ほんの少し。あ、これニディが持ってた。これで話は終わり。もう寝ましょう。ゆっくり休んで、エリザベト。ありがとう。また明日ね。なんかすごいよくできたお話ですね。感動しました。エリザベートがいるとあそこに。中に詰まったな。覚えているか？お前とは話したいこともたくさんある。まだ聞いてないこと。例えばお前の囚人、お前を目覚めさせた者のこと。知識は素晴らしいものだと思われた。始めます。これで2につながるんだ。これなんなの？これでも動かないよね。2でも。え？ちょっと意味深な。後でまたもう一回見てみよう。
え、どういうこと？迫り来る影って一番最初のクエストじゃないよね。途中だよね。ああ、一個前だね。うん。ニューゲームプラスだと、防具がね、一ランクアップする感じみたいですね。例えば、コインか。入れる穴が、2つから3つになったりするみたいです。コンティニュー。お、スクリットゲーム。ああ。コンティニューもあるし、ニューゲームもあるし、ラスもある感じですね。はい。どうにかね、ノーマルでクリアできました。はい。じゃあね、これで、ホライズンゼロドーン、ノーマルでね、一回クリアです。本当にいいお話でした。これで、ね、2作目やるとね、より深くね、分かったんでしょうね。はい。じゃあまたです。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねー。バイバイ。